バスを降りれば、から松林、塩気の降りた白いレストラン、秋の試食で出会う人は皆、なぜか目を伏せて、なぜか目を伏せ歩きます。コスモスの花は今でも咲いていますか？あの日の二人をまだあなたは覚えてますか？愛されなくても最後まで望みを捨てずにいたかった。右は越後へ行く北の道、左は木曽まで行く中山道、続いてる。コスモスの幹があなたにかけた一つの季節、優しい日々は帰らないけれど、愛の思い出そっと取り出して、この胸に温めて温め直す私です。コスモスの花は今でも咲いていますか？心の支えを今一人で訪ねてきたの。愛されなくても最後まで望みを捨てずにいたかった。右は越後行く北の道、左は木曽まで行く中山道、続いてる。コスモスの幹が、はい、こんばんは。今夜はね、コスモス街道を歌いました。ね、さて今日も YouTube ライブやりましょうね。今日届いちゃったね。あ、終電じゃないんだけどね、ちょっともう早くしようね。もう0時回っちゃった。ああ、疲れた。今日はスーパーの惣菜売り場のやつね。スーパーの惣菜売り場の揚げ物でいっぱい飲んどしまい。急ごう急ごう。ね、もう遅いからね。ああ、疲れた。活字化の成分確認。葛飾の生存確認。2019年10月だね。10月の7日月曜深夜。7日、もう静かったんで月曜深夜ね。急ごう急ごう。好きです、好きです、心から愛していますよと。甘い言葉の裏には一人暮らしの寂しさがあった。寂しさゆえに愛が芽生え、お互いを知って愛が終わる。別れは涙で飾るもの、笑えばなおさら右目になるでしょう。こんなに好きにさせといて、勝手に好きになったないでしょう。逆恨みするわけじゃないけど、本当にあなたはひどい人だわ。だから私の恋はいつも巡り巡って振り出しよ。いつまでたっても恋の矢はあなたの胸には刺さらない。タバコを吸うなとか酒を飲むなとか私の勝手じゃないの。好きでもないくせに好きな
振りをするのはよしてほしいわ。悔しいけれど惚れたのはどうやら私の方だったみたい。別れの舞台はどこで、などとおどけてみせるのもこれで最後ね。さよならさよなら心通わぬ恋などさようなら。こらえきれない涙よ。できることなら笑いとなれ。だから私の恋はいつも巡り巡って振り出しよ。いつまでたっても恋の矢はあなたの胸には刺さらない。はい、こんばんは。今夜は剛の純恋歌を歌いました。純恋歌を歌いました。2019年10月の7日月曜深夜の生存確認です。今夜もね、いつもの4さりげなく生存確認の一環としてこんな風に動画アップしてます。はい、こんばんは。今日遅くなっちゃったね。こんばんはね。どうもね。こんばんはね。エイキさんどうも。ジローさんどうもね。ヤマさんどうも。聞いてますよ。でも下手くそしょうがないね。じゃあ次この歌いくか。じゃあ今度はこの歌。今度は剛のこの行こうか。この歌。純子か、純子。離れない、離さない、離したくない君。いろんな言葉で君に愛を告げてきたけれども、終わりさ、みんな終わりさ、僕の一人よがり。君に繋いだこの心の糸は今ぷつりと切れた。純子、君の名を呼べば僕は切ないよ。優しさはいつも僕の前でカラカラカラ回り。純子、君の名を呼べば僕は悲しいよ。だから心のドアをノックしないで。嫌いかい嫌いなんだね、こんな僕のこと。あと2年待つことがそんなに嫌だったとはね。ずるいよ、君はずるいよ、内緒であんなやつと僕と比べていたとは冗談の一つにもなりゃしない。純子、君の名を呼べば僕は切ないよ。優しさはいつも僕の前でカラカラカラ回り。純子、君の名を呼べば僕は悲しいよ。だから心のドアをノックしないで。はい、これはね、ジュンコでした。じゃあ次はこれいこうか。ああ、もう気になっちゃうね。じゃあ次これ、今度はこれいこうか。グッバイ青春か。グッバイ青春。こんばんは。グッバイ青春、いいことなんかなかった季節に夢だけ置き去りに。白い手紙を破り捨てればしらしらこぼれてジグソーパズルのようさ。グッバイ青春、答えを探して当てのない風に吹かれてた滝の丸。夜明け間近に膝を抱えて残響の僕たちなんとか酔えないみたい。誰のせいでもなくて背中がとっても寒くて俺の脱ぐからだけが急に舞う。ライ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 、ああこのまま悲しみを雨になれ、ああこのまま悲しみよ雨になれ。グッバイ青春、いったいくつもの涙を流せば君の胸に刺さる。窓の向こうに朝が届けば、しかしのあたりはため息みたいに白い。グッバイ青春、退屈なんて落ち込んだ時の言い訳だったんだね。熱い思いはただの幻、こぼれた朝日に打ち砕かれたシルエット。誰のせいでもなくて背中がとっても寒くて俺の抜け殻だけが急に舞う。ライ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 、ああこのまま悲しみよ雨になれ、ああこのまま悲しみよ雨になれ。はい、これはグッバイ青春ね。どうも、今日遅い。
でもマコちゃんも可愛いね。もうしょうがないね。こんばんはね。アイビーさんどうもね。今ね、剛の歌を歌ってます。じゃあこんばんは。じゃあ次はこれいこうか。まだ1人前だ。今度はこれ最後にしようかな。今夜の歌最後これいこうか。最後は剛のこの歌。トンボ行こうか、トンボ。コツコツとアスファルトに刻む足音を踏みしめるたびに、俺は俺であり続けたい、そう願った。裏腹な心たちが見えて、やりきれない夜を数え、逃れられない闇の中で今日も眠ったふりをする。死にたいくらいに憧れた花の都大東京、薄っぺらのボストンバッグ、北へ向かった。ざらついた苦い砂をかむと、ねぎ伏せられた正直さが、今頃になってやけに骨身にしみる。ああ、幸せのトンボよ、どこへ、お前はどこへ飛んでゆく。ああ、幸せのトンボがほら舌を出して笑ってら、明日からまた冬の風が横面を吹き抜けてゆく。それでもおめおめと生き抜く。俺を恥じらう、裸足のまんまじゃ寒くて凍りつくような夜を数え。だけど俺はこの街を愛し、そしてこの街を憎んだ。死にたいくらいに憧れた東京のバカ野郎が、知らん顔して黙ったまま突っ立ってる。ケツの座りの悪い都会で、憤りの酒を垂らせば、半端な俺の骨身にしみる。ああ、幸せのトンボよ、どこへ、お前はどこへ飛んでゆく。ああ、幸せのトンボがほら舌を出して笑ってら、ああ幸せのトンボよ、どこへ、お前はどこへ飛んでゆく。ああ幸せのトンボがほら舌を出して笑ってら。はい、じゃあ歌はこの辺にして、最後はトンボでした。どうもこんばんはね。わかんない。演技は知らないんだ僕。ドラマ見たのはね、もうトンボまでしか見てないんだよね、長渕さん。あともう高校出ちゃったからさ、あと多分演技とかそれ以降だと思うんだよね。ほとんど高校出てからまともにラジオ、テレビ見てねえからさ、わかんないんだよね。いや、さて、そんなわけで。でも、トンボまで本当わかんない、長渕さんのドラマはね。ずっと見てたけどさ、家族ゲームとかずっと見たけどさ、ね。せいぜい、まあみんなそうだと思うけどさ、テレビ見てるなんか高校、学校行ってる間だよね。僕が高卒だからさ、高校出てからほとんど見てねえからさ、全然わかんねえ。じゃあ、さて、今日ね、もう、こんな時間がお腹ぴょくぴょくなんで、お夜食。もう遅かったんで、もう、スーパーの惣菜売り場のお惣菜買ってみた。買ってた。今日はね、サンマの竜田揚げ。サンマの竜田揚げね。サンマの竜田揚げと、若鶏の海苔巻き揚げ。海苔巻き唐揚げ。これは貝柱の磯辺フライ。貝柱の磯辺フライと、カッパ巻き。カッパ巻きだ。ちょっとこれ温めてくれると。温めようね、温めたいからね。皿に移して、皿に乗っけて、ワンプレートで皿に乗っけて温めようとね。
まず3番させてあげよう。しょうがない、この時間だもんね。しょうがない、遅かったもんだって。もう、ね、もう11時半回っちゃったもんね、兄弟の一枚。まあ、3番させて、重いな、3番させてあげ。結構乗っかってんな。3番させてあげ。まあ、いや、全部揚げ物だから。こんな時間揚げ物しょうがないけど、お腹ペコペコなんだよ。のり、若鶏ののり巻き揚げか。まあ、唐揚げだね。ね。うん。あ。貝柱の磯辺フライ。いつも通りの刺身は。ビラビラしよう。あ、いい香り。青のりの香りがいい香りだ。揚げ物だからラップせずにこのまんまこれでレンジで。ね、揚げ物なんでね。ラップ、このまんま。お、いい香り。青のりの香りがいいね。じゃあこれで、じゃあ電子レンジに入れる。じゃあこれで電子レンジね。うん、ブヨブヨですね。うん。うん、それと、カップ待ち。ああ、食おうか。じゃあレンジが入った。よし、じゃあ、出来上がるまで一曲歌おうか。もう一回待ってる間。じゃあ最後、最後の章の歌。この電子レンジをかけてる間一曲いこうかな。今度はそこでいこうか。うん、最後これいこうか。ギッタリンギのプレゼントいこうかな。あなたが私にくれたもの、キリンが逆立ちしたピアス、あなたが私にくれたもの、フラッグチェックのハンチング、あなたが私にくれたもの、ユニオンジャックのランニング、あなたが私にくれたもの、マルユレンズのサングラス、あなたが私にくれたもの、オレンジ色のハイシール、あなたが私にくれたもの、緑色した細い傘、あなたが私にくれたもの、シャガールみたいな青い夜、大好きだったけど彼女がいたなんて、大好きだったけど最後のプレゼント、バイバイマイスイーダーリー、さよならしてあげるわ。すごいな。ほら落ちちゃったね。あれ？ソフトバンク不具合かもしれない、これ。あれ？落ちちゃったね。アプリの不具合？ああ、どうしよう。さあ、行きましょうか、スマホ。今、スマホでやってるのがちょっとね、あら。どうなっちゃったんだろう。まあ、ローカルでログインしてくるね。まあ、しょうがない。なんでだろう、あれ。不具合で、端末の服、なんだろう、これ。ソフトバンク側か何だろう、端末側かわかんねえな。ちょっとね。
まあしょうがない、たまにあるよ。まあローカルでも録画してますんでね。じゃあまあもうできるできる。持ってこようか。うまそう。あったか。サンマの竜田揚げと唐揚げと貝柱のやつね。鶏の唐揚げと貝柱の唐揚げ。じゃあこんな感じだ。じゃあこんな感じで。飲み物はね。500の缶ビール。まあもちろんさっきね。カップ巻きもあります。カップ巻き。まあつまんで先に。貝柱の唐揚げ。磯辺揚げ。うわ。継続再開。どうもね、今ちょっとかさまった、途切れちゃったので再起動してきました。どうも。はい、あれ、揚げ物あったまりました。今日はこれバーリアルと、もさっきこれね、のり巻き、かっぱ巻き。じゃあ行こうか。じゃあこんな感じでいきます。今日はバーリアルの500。はい、乾杯。これは貝柱の磯辺揚げか。うん、そうだ。うん。サンマの竜田揚げ、食べる、さんどうも。じゃあこれね、バーリアルの発泡酒にスーパーのお惣菜のやつね、鶏ののり巻き揚げと貝柱の磯辺揚げとサンマの竜田揚げ。今最近の人はね、ごめんなさいね。今日なんかソフトバンクの調子悪くて、わかんないけどね、なんか途切れちゃったね。うん、唐揚げの海苔巻き揚げか、鶏の、まあ、これ全部で400いくらか、海苔巻きも入れて、かっぱ巻きも入れて、全部400いくら。500円じゃなかった。スーパーさんどう思うの？これだけ食って500円ないよね。うん、あ、これは別に、これ昨日前も別の人に買ってた。飲み物は別に買ってた。別で、これ別に110円だもんな。半額だった、半額だったから。これもう夜遅かったから、11時半だったからさ、お店で。半額だった。うん。400何十円か。最高。これ、飲み物なしで。飲み物入れたらもう500円出るかな。だって全部200円だもんな。全部、用紙の買って200円台だからさ。うん、そんなもんでしょう。全部200円台の半額か。まあ、でも小さいの100円台か。もう夜遅かったからさ、半額だったんですよ。うん、いや、かっぱ巻きもいいよ、かっぱ巻き。でもご飯物もないとね、やっぱね。うん、かっぱ巻き。今日かっぱ巻き。あ、ちょっとワイズマートはかっぱ巻きあるからいいな、あれね。うん、昨日あれ、洋服までなかったんだ、かっぱ巻き。
お待ちします。あ、いい香りだ。まだスーパーに寄った時間、この時間だからそうね。わざとじゃないからさ、遅かっただけでこの話を、うん、疲れた今日。この歯ごたえを楽しむのカップキュウリはね、コリコリした感じ。うん、うん、もうおばが入ってね、うん、あ、ごまの風味がいいや。やっぱり磯辺揚げね、これ。うん、うん、大体磯辺揚げって言って売ってない、大体青のりだっけ、青さかな、あれが入ってんだよね。もう狙ってませんよ、普通に帰ってこの遅かっただけよ、狙ってません。やってませんよ、本当は。遅いとさ、半額しんで、ほんと半額しんどいが一番欲しいのはさ、刺身系なんだけどさ、あまりにも遅いと刺身系はすぐ売れちゃうんだよね、洗浄売り場のね、半額もあってもね。もう11時半ぐらいになっちゃうと、やっぱ、惣菜売り場揚げ物しかないんだよ、大体。そう。ね、大体分かるよ、どこもそうだと思うよ、あれ。大体夜遅くなると半額なんだけど、9時とかもあるとさ、半額なんだけどさ、刺身系のはさ、早く売れちゃうんだよな。ね、僕もだから早めの時はそれが、でも今日はやっぱ11時半だったからしょうがない、揚げ物しかなかった揚げ物ね。うん、うまい。はい、そうだ。うん。のり巻き。うん。これ三万円札だけで、まあ、うまい。今度休みだったら海の方のキャンプ行こうかな、海の方のキャンプね、行ってみようかなと、テント泊行ってみようかな、海。最近海も行ってないもんな、海辺でテント泊やってみようと思います。まあ天候次第だけどね。天候がそこそこだったら、今度休みだったら海辺でテント泊考えてます。まあいつもの場所だよね、うん。うん、あ、高ピーさんでもね、
来てるね。まだわかんないよね。どうかな。日本、まだ今のところ日本から抜ける可能性もあるから、どうなるか。まだね。どうなるかな。もう投資する余裕ないからね、考えてないです。投資する余裕がないからさ、投資する人はさ、余裕がないとさ、もうそんな余裕ないんで、いっぱいいっぱいだからできないじゃん。僕ができることは、地道に銀行とか郵便局の預貯金だけです。ね、それだけでいいです。バカ、大儲けもしない代わりに、なくなって、減ったりもしないもんね。それでいいと思う、僕は。ね。投資は怖いよね。うまくいけば増えるけどね。って失敗したらさ、マイナスになっちゃうもんね。僕、そういう勇気ないからさ。もうこれのままいい、地道に預貯金だけでいいです。それが一番いいよ。何かんや言って。まあ、それぞれ、僕はそういう考えよ。それぞれお宝様だからさ、投資したい人はやればいいんだ。体温で発電すごいね。体温、人間の体温で発電できたらすごいなっていつも思うよ。人間の体温で発電ができたらさ、家電なんかで何でもさ、ね、体温に身につければそれで発電して、そういうのできないかな、早くね。体温発電、体温で発電一番いいと思うんだよ、体温。生きてる人間の体温で発電できたらさ、すごいいいと思うんだけどな。まあ、誰か考えてんだろうけど、まだかな、あれな。体温発電。久しぶりですね。ハイボールばっかだった。ね。麦の恵みってなくなっちゃったみたいね、あれね。あれ気に入ってたのに、飛ぶまでもあれ。すごい、あっという間消えちゃったね、あれね。あれ気に入ってた、麦のあれ、青緑の缶のやつね、あれ。もう今ないもんね。早いよな、飛ぶまでなくなるの。そうね、できたのよ、体温発電ね。携帯なんかもさ、体温でさ、充電できたらいいなと思って。そう思わない？理想だよね。携帯電話とかスマホの充電さ、体温でさ、充電できたらさ、ね、すごいですよ、できたらね、いいなと思って。なかなかないね、それね。体温なんか出たらな、人間は生活してればさ、熱発すんだもん。それうまくできたらね。暮らし方さ、遅くにありがとうね。もう一つね、実害してるもんね。ちゃんとした日常生活できるようになってほしい。それで
体温でね、この体温もったいないもんな。体温発電ね、もっとやっても。体温でさ、携帯電話なんかさ、体温で充電できたらいいよね、あれね。そう思うもあんのな。あと自動車なんかもそうじゃない、あれ。人間が乗ってる限り、その人間の乗ってる人間の体温でか、発電燃料にさ、すごいよくない、あれ。体温発電ができたらさ、夢だよね、そんなのね。寝てませんよ、ね、普通に仕事だよ。寝るわけねえだろう、なんか、仕事で遅くなっただけよ。ただ最後、のり巻きだけ。ネパールやる。じゃあこれでおしまい。リッチの飲み応えだね、やっぱね、みんな。まだ1時回ったのよかったでしょ。カッパ巻き、のり巻き巻き。飲んでませんよ、巻き屋では飲んでませんよ。休みの時だけは飲むのは。平日は飲みませんよ。休みの時だけ。いずれはね、どうもね。そうみたいね。土曜日ちょっと予定あるからさ、アウトドア行くとすれば日月ね、日月。まあね、電車、通勤の電車がある程度リラックスになると、4、50分も電車乗るからね、多少あれから楽なとこあるかもしんないね、電車乗ってる間。一応、夜勤から通うようになって分かったよ。通勤電車の中で多少はさ、混んでたよ、なんだけどさ、ね、多少は休めんもんね、あれ。電車の中で。野球だってさ、都心からだって40キロ圏だからさ。まあ、しょうがないな。大元が遅いのしょうがないよね。ずカップ巻きしておしまい。ここ誰もいないからさ、この家がさ。
無駄といったら何でも無駄になっちゃうからさ、まあ無駄とは言わない方がいい。大切なものは無駄だからさ。怒ってない、大丈夫よ。怒ってませんよ。休ませんよ。カップ美味しい。まあ、まあこれでおしまいでしょう。これでこれ食っておしまい。どうもこんばんはね。無視しないよね。しませんよ。でもね、ちゃんと目通してからどうもね、おやすみ、今日はこの辺で。ではまたおやすみなさい。ではまたね、また明日皆さん、皆さんありがとうね。仕方してないよ。でも、でもでもさ。はい。終わりました。終わった。じゃあ、この辺で。で、また。うまかった。まあ、またね。